Hi everyone! How is going? It's me, Takeharu. Please call me, Taira. こんにちは。おぉ。It's getting cold. Turn off the air conditioner. Turn off the air conditioner. Okay. はい。Practice number is 2043。ということで、ちょっと、文法というか、あんまり、なんていうのかな。シャチホコばった文法の説明って、まあ、ぶっちゃけ覚えたくないし、説明もしたくないんですが、これ知ってると、まあ、わかりやすいというか、なんていうのかな。まあ、補足的な部分で、ちょっと見かけたもんで、あ、これ知っといた方が分かりやすいかなっていうところがあったので、紹介していきたいと思います。これ1ってありますけど、2も、もう、あと1個、紹介したいと思いますね。で、内容がまず、品詞って何ということなんですけども、品詞って、まあ、要は、例えば動詞とか名詞っていうのを全部ひっくるめて品詞って言うんですけど、その品詞って一体何なのかっていうことで、ざっくり言うと、例えば、会社の中で言うところの、経理部とか、営業部とか、総務部とか、いろいろ呼び名がありますよね。で、それぞれ役割があって、部署が決まってますんで、まあ、言葉の役割ごとにカテゴリー分けしたものというふうに、イメージできればと思います。学校だったら、まあ、英語の先生、数学の先生、体育の先生。で、そういう感じですね。はい。で、まあ、7つ、8つ、ざっくり分けるとあるんですけども、その中で大きな役割を占める4つを今回まず紹介したいと思います。まず最初に名詞ですね。これ名詞。僕の名前も固有名詞でありますし、建物の名前、場所の名前、物の名前、いろんなものに名前がついてますね。まあ、名前っていうぐらいなんで名詞と。で、これは、大きく分けると数えられるものと数えられないもの、ざっくりと分けます。で、まあ、その分け方によって、その表現の仕方っていうのが違うっていうのは、その、前の動画で紹介した通りなんですけども、これは要は、名詞で一回一回その固有名詞を呼ぶのもなんなんで、その代わりに私、愛とか。彼、he とかっていうふうに代名詞っていうのがありますけども、それが主格ということで主語になったり、目的格ということで目的語になったり、まあ保護とか前置詞の目的語、まあこの辺をちょっとまた、機会があったら紹介していきたいと思いますけども、目的語になったりします。で、まあ物の名前だっていうことで覚えておいていただければと思います。で、次に動詞ですね。これはもう本当にこの名詞と同じで名前の通りで動きを司るというか、動いてるもの、動く状態を表しています。で、この動詞には2種類あって、be 動詞というものと、まあ、do って言われる一般動詞というのがあります。で、be 動詞っていうのは、結局、その、I am とか、you are とか、he is とかっていう、まあ、この3つですね。3つ?ああ、まあ、過去形だったら were とか、was とかありますけど、まあ、その、現在形でいうところの3つですね。で、これは、要するに、イコールっていうふうに覚えておいていただければいいと思いますけども、ただ、is とか am だけでは、文章にならないというか、意味を持たない。まあ、言ってしまえば、するとかっていう意味なんですけども、それ自体は意味を持たないんで、be 動詞、まあ、動きのないものを示す。this is a pen とかだったら、これはペンです。ペン自体は別に動きではないですよね。はい。という形になります。do は一般動詞で、まあ、動きとか状態を表すものということがありますので、これは分かりやすいと思います。あと、形容詞ですね。形容詞も、これはもう、この名の通りで、形容するということで、名詞を説明するものですね。で、これ注意点が一個だけあって、まあ、注意点というか特徴ですね。で、2種類の使い方があって、花っていう名詞があった場合に、その前に持ってきて赤い花、って言った場合には、red flower なんですけども、これはもう、赤い花っていうことで限定をします。だ花が赤いじゃなくて、この花、ここにあるこの花、その花っていうのが赤いっていうふうに、名詞である花を
説明してる感じですね。はい。で、もう一つは、花赤いということで、花の後に来た場合に、まあ、例えば、そうだな、パッとこう、花を見て、ああ、花、赤いな、っていう風な時に使います。これはもう、フラワーレッドなんですけども、これだけじゃ文章っていうか意味がならないんで、ここに is っていう B 動詞が入って、花は赤いですという形になります。まあ、どうでしょうね。まあ、その文法とか表現の仕方によって、これはどっちをどういうふうに使うかっていうのは変わってくるかと思うんで、まあ、その時々で使い分けていただければと思います。で、次、四つ目、副詞ですね。これがよくわかりません。よくわからないというか、ちょっとこの中、四つの中でも一番ややこしいっていうことで、ざっくり言うと、形容詞は名詞を説明するものだったんですけども、副詞というのは名詞以外を説明するものになります。で、一例を挙げると、he speaks English, he speaks English. 彼は英語を話します。っていうので、he speaks English well なった場合には、彼は英語を話すっていうので、話すっていう動詞を説明して上手に話す。彼は上手に英語を話すってことで、he speaks English well。この well っていうのが副詞で、speaks を説明してます。で、もう一つ。he speaks English very well。very well。he speaks English very well っていうのは、彼はとても上手に英語を話します。彼は英語を話す。で、話すを上手に話す。で、上手にっていうのを、とても、とてもっていうのが very ですね。very well ってことで、とても上手に。で、副詞を副詞が、さらに詳しく説明する。かぶせて説明するような感じの使い方ですね。で、もう一つが、he speaks English, he speaks very good English. ちょっと順番が変わったような感じ。順番が変わって、good っていう、形容詞が入りました。good で、これ、good っていうのは、he speaks, これはですね、English 英語ですけども、これは上手に、とても上手にですけども、にっていう風な感じで、説明してますけども、上手な英語。このイングリッシュって名詞を上手な英語っていうことで説明してる。これは形容詞になりますので、形容詞を、また、なんていうのかな。この very っていう副詞が、被せて説明してるような感じですね。ですから、まあ、この、まあ、3種類があって、ざっくり簡単に言うと、名詞以外、になりますが、厳密に言うと、動詞、副詞、形容詞っていうのを説明するんですよ。それが副詞ですよということですね。はい。ちょっと長くなりましたけども、品詞の中で代表的な4つの役割とどういうふうに使うかっていうのを紹介していきました。今日もありがとうございました。ツッコミどころとか、いいねコメントお待ちしてます。あとは、まあ、もしいいなと思ったらチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。Thank you for watching. See you next time. Bye.